最高額となる4億9000万円の高値で落札された子馬とは一体どんな馬なのか。その姿を求め、これまで数多くの名馬を輩出してきた生産牧場の名門、北海道のノーザンファームを訪ねた。普段は関係者以外決して立ち入ることのできない牧場とあって、衛生管理も厳重。取材スタッフも消毒を済ませ、いざ注目の子馬とご対面。いましたね。見えますか、真ん中にいる。なんか凛々しい感じがしますね。堂々としてる感じがしますね。搭載ながらスター性があると言いますか、はい、ね、お乳を飲む姿も愛らしいこのオスの子馬、生まれたのは今年の4月5日とのこと。それにしても、誕生してわずか3ヶ月余りの子馬になぜ5億円近い高値がついたのか。その理由は両親にあった。96年の菊花賞馬ダンスインザダーク、母は96年のオークス馬で、翌年牡馬を蹴散らし天皇賞馬となった女傑エアグルーヴ。繁殖牝馬としても去年エリザベス女王杯を制したアドマイアグルーヴなど、すでに子供たちも活躍している。 G1 馬を両親に持つ、まさにエリート中のエリート。それだけに関係者の期待も大きい。お母さんの名前の上取ってエアって呼んでます。賢いですね。すごい賢いです。大きく三冠取ってほしいですね、はい。生まれながらに走る宿命を背負ったサラブレッド。そのサラブレッドに夢を託し、5億円もの大金を投じた馬主は、都内の超高級マンションに住んでいた。こんにちは。あ、こんにちは。どうも。都内で人材派遣会社を経営する関口房夫会長、69歳。96年草市コンコルドで日本ダービーを制覇。2000年には草市ペガサスで東洋人のオーナーとして初めてアメリカのケンタッキーダービーに優勝している。そんな関口氏に、今回落札した子馬について聞いてみると、非常に可愛いね、素直な馬だったと思いますね、はい。今はそんなに大きな期待はしてないですよ。まだ1歳ですしね。1年半過ぎて初めてそれなりの価値があったのか、ダメだったのか判断すればいいやと。もう大いにリスクだらけですね、まあ喜んでいただいて、不安層が増えればいいなと思ってますけどね。まだ競走馬としての名前も決まっていないエア君、果たして両親のような名馬へと成長することができるのか。2年後のデビューに向け、夢は膨らむ。破格の値がついたこの馬なんですが、これまでどれぐらいの値が馬についていたかというのを一覧表でまとめてみました。過去最高だったのが89年のこのサンゼウスという馬、3億5000万円以下。ご覧のように軽く億を超える値がついている馬がいるんですが、こういった高い馬が活躍するかというと決してそうじゃないんですね。このサンゼウスはちなみに8戦2勝で獲得賞金は2460万円。そしてこのカーム号は中央では未勝利です。地方で3勝しましたが105万円しか稼いでいないといったようですね。これはもうある意味ギャンブルの世界と言ってもいいかもしれないぐらいなんですが、ちなみにこの4億9000万円を出した関口さんはテリーさんのお友達だそうで。そうですね、はい、北海道から帰ってきた日に僕も会ってるんですけど、北海道2日間でですね12億使ったって言うんですけどね、すごいですよね。いや、これ本当いろんな馬買ってます。これ平気だろうって言ったら、いやこれはまあ多分 OK だと、はあ、いうことで、実際はこれ勝負に負けたとしてもその後ね、この種馬として活躍できるということでね。今までどうなんですか、この自分でこのね、競馬人生って言ったら、そうだな、まあ何百億ぐらいは儲かってっかなと思って、本当に。あ、そうなんですか。だからまあ余裕なんじゃないですか。だからもう僕らの価値観よりも、はい、多分ゼロが3つぐらい上ですけどね。なるほどね。じゃあ1頭で失敗しても別にどうってことはないという、そういう感覚なんですかね。はい、やっぱりギャンブラーお金のある人が強いんだね。本当ですね。この高額馬のデビューは2年後になりそうだということです。